んは、バディです。前から見てて Facebook とかで、ね、すごくシチュエーションがいいというか、後ろがすごくいいというか、いいとこやなと思ってて、来たことはあるんですけど、やるのは初めてです。なんかちょっと緊張してますけど、よろしくお願いします。私たちちょっと初めての方もいらっしゃるので、ちょっと断っておきますが、年齢差はありますが、決して親子ではありません。よくね、お母さんと一緒でいいのって言われるみたいで、この人も結構言ってんだけど。では私たちも懐かしい曲しかやっていません。聴いてください。今日はちょっと分かってもらえるかなと思って安心しました。テレビドラマの、主題歌を2曲続けていきたいと思います。まずは、青春、飛び出せ青春、太陽が暮れた季節、聴いてください。知ってくれてはるんですけど、二人よくね、揉めるんですよね。なんかどっちがこっちがだって、今日は揉めないでいきましょう、ね。はい、次はあれの、はい、でもね、相棒結構厳しいんですけど、ちょっと優しいところもあって、このイヤリングね、ピックのイヤリングプレゼントしてくれました。結構はい。では次もテレビドラマの主題歌で、これはちょっとゾロさんは知ってくれてると思うんですけども、野際陽子さんが主演されましたキーハンターの主題歌、非常のライセンス、知ってくれてありますか？ありがとうございます。ではそれを聞きたいと思います。何でか見えない。
時も夢も望みも捨てて命かけに非常の起きてあだからあもっともっと愛して愛し愛されあってきっといつか一緒に生きるしています。でさっきねもう久しぶりにびっくりすることがあってあのこんな歌かぶるとはっていう曲かぶりました。平山美希さんで聞いた時にこの歌はまあかぶることがない。でもあのちょっともう用意してきたのであのねすごくあのコーラスが入って綺麗だったのでよかったらそちらからコーラス入れてください。やっぱりやっぱりあの用意してきたのでやらせていただきます。もうびっくり二人で平山美希さんって言ったらいや違うやろ言うからいや平山美希言うとあの曲しかないってでそしたらもうなんかドキドキしながらしてたら真夏のあやっぱりなではすいませんあのバディなりの真夏の出来事よかったらそっちからポッポッとちょっと入れてくださいあのカウントとかねちょっと違うと思うので難しいと思いますが綺麗なコーラスだったので、はい、ではえ結構あるえもう時持ってる今持ってるピックが割れたありますよ。持てるね。でピックリしたんです。しょうもない。いやよかったこれ出そうか。その時のためやったりして。では聞いてください。真夏の出来事。イエーイ。Bye.
と口づけ受けた悲しい出来事が起こらないように私はどうなんやねんでは次私たちはちょっと変わってて演歌もやっています。彼が去年からもう去年ですね彼演歌をやってくれるようになってまず1曲だけ、トシさんが歌います。そうやね、じゃあ聴いてください。結構渋めです。前川清さん、東京砂漠。ね、どこか、はい、なんか言うことない？いや、あるけど、こんなの知らないよ。あるけど、あるけど。知らんけど。では、聞いてください。いや、ラップコーラス、今の。結構ね、うん、結構ね、これ、私、ハモるように考えたんですよ。ハモります。はい。寄せ合える
何今の顔は流れない人の何だけが遠く流れてゆく、あなた、あなたに巡り会うまでは、そよこの街を埋めて行きたかった。私すごい好きで、まさかこれをトシちゃんがやってくれると思わなかったので、案外簡単にやってくれました。聞いてください。北原美玲さん、石狩挽歌。
燃えろかがり火あさりの浜に海は銀色にしんの色よ空虫に頬染めながら私はよこし網を引くあれからにしんはどこへ行ったやらおたぼい岬のにしんごてしないで無事に終えることができました。最後はいつもねこの曲で終わっています。この曲かぶるかなと思ってたんですけど、ザ・ピーナッツさんの恋のバカンス、バディでした。ありがとうございました。え、立つの？時間迫っております。ワンツーワンツースリーフォー知っていらっしゃったら歌ってください。ため息の出るようなあなたの口づけに甘い恋を夢求め Ready this?
25分、ちょっと素早く言いません。